薄い渡りは、幕末の秋月藩があろう。父は、中孔寺の三百国家老、薄い左衛門。秋月藩唯一の解明派であり、藩内の子宮派から暗殺された。後に、嫡男、六郎が、明治の世で最後の敵打ちをしたことで知られる。薄い家は、黒田長政が診療主として、筑前国入りした際、後藤又兵衛を通じて家臣に加わった一族で、 以来養殖を務めた家である。渡りは文部に優れ、剣術、創術、馬術など武芸を学び、学問は特に陽明学を治め、老樹近藤マス沖な、開国近代化を説く中島公平に学び影響を受ける。成人後に、江戸に出て、佐藤一斎、大橋突安に学び、帰国後、反抗、稽古官の助教となる。安政4年。 父の後を継いで三十歳で家督を相続総藩である、福岡藩大組七百三十国、北村八重門の娘、清子を妻に迎え、着難、六郎、長女、杖を設ける。十代藩主、黒田長元の覚えめでたく、物頭に取り立てられ、鉄砲組を率いる。一年後、馬海島に昇進。三十五歳で溶液に抜擢され、 反省に参与するようになる。この頃、藩主の短期間での交代や、絵画球門や戸原浮津など、脱藩や、尊上運動で内外ともに不穏な情勢であった。中央では、後部合体論が唱えられた頃である。総藩、福岡藩の藩主、黒田長広は、当時後部合体を推進していた島津家の養子である。文久元年、 公用人権長崎危機役となる。上位をなすには、海外各国の事情を探求する必要があるとして、本職のまま長崎に出張した。他の大半が学生を長崎に派遣して、洋学を学ばせていることを知り、坂田諸頭を伴う。幕府が米国に、漢林丸を派遣し、諸藩が洋式平成を採用している時世を見て、渡りは、若手の育成を図るべく、 長崎で、漢役の六号総書、新旧役前書、欧米の兵書、形成書など専門書を購入して藩に持ち帰り、吉田彦太夫と共に、洋式平成の採用を、藩主、長元に進言した。秋月藩の法術は八流あったが、三百年前も、前の日縄島であった。渡りは、藩白の前で、西洋渋滞の威力を解き、無謀に上位をなすことは、 国外を引き起こすことになると力説したが、海を見ることもない辺境の藩士たちは激しく反発した。慶応2年夏、12代藩主となった長徳は、海明派の総藩主黒田長広から西洋軍法採用の話を聞き、秋月藩でも導入するべく11月に、自ら藩士たちに通達し、渡りに西洋朝練を始めることを命じた。渡りは、 長崎危機役の坂田黒衛門に、市範の終戦を頼み、裏地鉄の審が推薦され、秋月藩に招かれた。11月12日、洋式訓練を開始する。しかし、藩士たちは、洋式兵導入、異国文化、反省改革に猛反対であった。彼らは、薩摩藩、長州藩を例に挙げて、上位を唱えるが、両藩が、 撮影戦争や下関戦争を経て、洋式の軍備を整えていることを知らず、実際に洋式銃と火縄銃の比較検討をさせてその性能差を見せても、完全の現実を受け入れず、ただ異国の排除を唱えるばかりの上位であった。そんな藩の雰囲気の中、渡りが西洋の軍装をしていたことも宮崎社の助ら、上位派を刺激し、渡り打つべしとの声まで上がった。 渡りの解明的な施策に対する指示は、市である中島公平や一部の藩士だけであった。慶応3年12月9日、王政復古の大号令がなされ、翌慶応4年正月3日、とは、伏見の戦いで幕府法が敗れると、11日頃までに諸藩にその、情勢が伝わった。秋月藩士長徳に、京都新政府から出京の命が出るが、総藩と共に、 様子見のため病気を称して上京しなかった。代わりに、渡りを、失勢心絵手座公用人に命じ、政治、外交、軍事の全権を任せて、京都に派遣した。渡りは、吉田彦太夫、関喜小助、安倍伝兵衛と共に1月末、秋月を経って2月8日に、京都入りした。京都の情勢は激しく変転し、年末には、 尊上派と幕府法がきっ抗していたが、年が明けると幕府の敗北で尊上方、一式となっていた。渡りは藩主の実家である土佐山内氏の用人、土方久本や三条家の出事森寺、国之助、公家の東、久世道富にあって、取りなしに努めたが、今や流れが尊上方にあることを悟る。渡りは開花党と言われ幕府の、 開国近代化推進を説いてきたが、幕府が倒れた今、過労として主家を守るため、新政府に従うべく、急ぎ藩主の状況を求めた。以前の様子と異なり、もはや王政復古がなされ、今その事業が始まっている。殿には上京して、このご一心の様子を確認しその後の所持を講じて、欲しいという旨の手紙を二条城の警護を解かれて、秋月に戻る。 遊戯隊のたるい犯罪門に託し、国家老、高橋次郎兵、井上昌罪門に届けさせた。藩主長徳はようやく上京し、四月二十九日、渡りは大阪の判定で、京都の情勢を逐一報告し、藩主より医者の言葉を受け安堵した。その翌日、またお召しがあり、そこには一同も集まっていて、彼らの異様に、冷たい目に何事かと落ち着かない渡りは、 過労の田代白江門から呼び出しを受け、渡りが、ところ強しを追われり、速やかに国につくべしと朝徳からの帰国命令を伝えられる。渡りは予想外の命令に戸惑うが、藩主一行が京都に向かう途中、黒崎の茶屋幕で、友の者が渡りについて藩主に残言していた。渡りが上京した際、下関のある料亭で、大いに機縁を上げた、砂漠論を主張し、 金の派を足ざまにしたという。これが21歳の藩主、長徳の新章を害し、京都の渡りを即刻帰還させることに決めたという。渡りは、藩のために奔走し、今後も働くつもりであったが、主名とあれば従うよりなかった。この渡り帰還の命に、京都や大阪の知人らは同情し、渡りを京都に引き止めるべく圧戦した。総藩である、福岡藩の家老。 ババアを心は、渡りの能力を見込んで、今は、京都に残って、朝廷の職につき、国家のために尽くすべき時で、それは、失政、立花佐右衛門や藩主長広も、同様の考えであると引き止めた。この頃の福岡藩は、金能刀を処分したことで、新政府から疑いをかけられ、用心に会うこともできない、厳しい立場であった。また人材を求める、新政府側の公家、 東、プゼ道チや大久保と市道からも引き止めがあったという。中には、帰国取りやめを判定に申し入れるものもあり、これが、藩主以下を内政干渉として起こらせた。時世に疎い辺境の小藩主ノーラには、一藩主の京都での活躍が、越権であるというのである。この帰国は、渡りの京都での活躍を心よく思わない藩の、支給派の暴略であった。 渡りは各所に挨拶して5月5日、京都を経った。周囲の意見から身の危険も感じたが、藩に戻って、神妙をかけて緊迫した情勢を解き、首脳部や生きり立つ青年党をなだめて、反論を統一し、朝廷側に仕えようと秋月に戻った。5月23日夕刻、薄池に戻った渡りは、妻、清子、父母や長男の六郎。 娘のつゆら家族の出迎えを受けて、無事の帰宅を喜んだ。その日は、親戚知人も駆けつけて、久しぶりの帰国を祝う縁となった。客人が去り夜になると、妻の清子と新女に入った。酒によって、深く寝入ったところを、感情体に襲撃され、渡りが熟睡していることを確かめた、山本勝美によって刀を突き立てられ、首を跳ねられた。 清子は夫を助けようと一ノ瀬の手首に噛みついて抵抗したが、その背中から頭部にかけて、萩谷電之進がめったぎりにして斬殺した。同じ夜、死である中島公平も感情体によって斬殺された。渡りや暗殺の早火客を受けた藩士長徳は、京都政府に願い出て、過労の田代城郎絵門を伴い、秋月に戻った。薄池の遺族は、 班長に訴え出るが、裁定する、立場の失勢、吉田五助が感情隊の総督であり、隊長の万之助はその長男である。その後、戦議により、7月8日、班長より、薄いは冬季と時につき断絶すべくところ、格別のおぼしめしをもって、家徳を許すという罪人のような扱いを受け、暗殺者側にはお咎めなしという、理不尽な裁定であった。過労、吉田五助、 田代白衛門が暗殺者側であり、そもそもこの暗殺を仕組んだのは、吉田五助とも、藩主、長徳の遺向とも言われる。東、久世道富の加避古心寺の薄い野暮渡り暗殺について、岩倉ともみから家門があるなど、新政府に人脈がある、唯一の人物で、その能力を見込まれていた渡りを自ら葬った、秋月藩は、その後激動の時世に取り残され、 やがて藩士は、秋月の乱を起こすに至る。秋月から新政府に出資したのは渡りが長崎に、同伴した、坂田諸島のみであった。朝倉市秋月古新寺の薄池墓所には、渡りが自称した、感動と刻まれた墓の向かいに、信仰のあった東、久世道富が渡りを惜しんで読んだ火碑が立っている。薄い渡りの遭難を悲しみてか、 詳しくその名を千代に残しけりナはあだなみに沈みはつとも、さらに後の明治十三年、渡りの維持、六郎が父を殺した、一ノ瀬直久を撃つ事件が起こり、最後の敵打ちとして、明治の世に知られることになる。ありがとうございます。